Xin chào các bạn. Tôi là Sasaki Hirono, cử nhân của khoa tiếng Việt của trường Đại học Kanda. Tôi thấy Việt Nam là một đất nước có nhiều kỳ vọng và tiềm năng. Từ sau này Việt Nam sẽ rất phát triển, là sẽ nhận vai trò rất là quan trọng trong kinh tế xã hội thế giới. Cho nên là tôi rất muốn các bạn học tiếng Việt, về này học văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Và trong tương lai hy vọng sẽ gặp các bạn ở Việt Nam. ベトナムで毎日発行される、ローカルの新聞、そこから毎日情報を選んでピックアップして、日本人が興味がありそうな情報を日本語に翻訳して、それをインターネット上で配信しています。日本企業の方、あとは、まあ、日本に住みながらでもベトナムに興味がある方、昔住んでいたという方、あと学生の方とか、結構皆さん読んでいただいてます。一番にあったのはベトナム語を使いたいというのが強くて、日本にいる人たちにベトナムで起こっていることを伝えたいっていう気持ちは強かったと思います。3年生の時に交換留学した時に、実際にベトナム人の人たちに多く触れる機会がありまして、その中で人々の考え方や暮らし、生活についてすごく興味がより深く湧きました。やはり文化も考え方もいくら言葉が分かっても違いますので、相手のことを理解しようと思う気持ちを持って話しています。今の日本から30年前ぐらいを想像していただければ、もう毎日目まぐるしく、もう高層ビルがどんどん建っていって、で人々が乗っているバイクも携帯電話もどんどん変化していって、やはり日本企業がどんどんベトナムに参入しているのは、まあ、もちろん毎日扱っているニュースでも知ることができますし、外国人としては住みやすくなったと思います。で交通の便も良くなったので、来た当初は停電がすごく多かったんですけど、今はだいぶ減ったように感じます。やはりどこの国にいてもそうだとは思うんですが、英語は昔も今もこれからもやはり世界の言語であって、通訳をするにしても全く知らない言語でこう話をされるよりは分かる英語でっていう方もあるので、その中で両方、ベトナム語と英語両方をこう同時に使う場面もやはり出てくるので、そういった時にすごく便利だと思います。オフの日は私は、まあ、ベトナム人の友達の方が多いので、バイクに乗ってカフェに行ったり、まあ、映画を見に行ったりもしますが、だいたい目的なく街をぐるぐる回ってるのが楽しいです。慣れますね。クラクションもすごいですね。鳴らされても鳴らす人がだいたい間違ってるんで、無理やりに行こうとする人とかがクラクションを鳴らしてることが多いので、あんまり意識しないで顔が黒くなります。だから本当はマスクとかしなきゃいけないし、あとはみんな日焼け、女性は日焼けが嫌なので手袋をしたりしてます。私自身もそうだったんですが、留学の時に周りは就職活動一色だったので、その中でやはり感じる焦りもあったり、あとベトナム語がこれから本当に役に立つのかっていう気持ちが出てきたこともありますが、やはりみんなとの違いを恐れないこと、あとはまあやってみようって思ったことは必ず自分の糧になると思うので、挑戦してみることが大事だと思います。まあ、よく言われる言葉で言えば、まあ、ベトナムと日本の架け橋という言い方はよくあるんですが、もう何人という枠を超えて両方の文化を理解して、またそれを伝えることができる、国籍抜きの、まあ、一人の人間としてベトナムと日本の役に立てるような、そんな人になりたいと思います。